こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日は雨の中ですが、このカメラレインコート HP をつけた状態で、中に入っているのはこれニコンの Z50 とレンズが栃木の ATXI の 100mm というレンズなんですけども、多重露光自転ピントというので撮っていこうと思います。中野の路地裏をね、ちょっと自転ピントで撮って回ろうと思います。二点ピント撮影なので多重露出オンですね。これで構成コマ数4は多かったね、2コマにして、そして合成モード、今比較明合成になってますけど、加算平均、これでやっていこうと思います。このように今手前の自転車にピントが合ってますけども、自転車にピントが合った状態で1枚、そしてピントをずらして背景にピントが合った状態で1枚ということで、2つのコマを合成すると深度が深い不思議な写真になるんではないかなと思います。それでは撮っていきます。今回カラーで最初撮ってみたんですけども、カラーよりもしかしたらモノクロの方が面白いのかなみたいな感じがしましたから、ここからモノクロでやっていきますね。手前の自転車にピントがあった状態で1枚、そして後ろにピントを合わせ直してもう1枚という感じでしょうか。これで後ろの風景ですね、ここに合ってますから、これでもう1枚どうだという感じで撮っていきます。今度はあの中野通りの看板にピントを合わせて1枚と、そして背景に合わせてもう1枚という風にしたいと思います。今2商店の多重露光撮影ちょうど終わってきました。これは手前の木のところにピントが合ってて、次のカットが奥に合わせたわけですね。これを合成すると。これがまあ二焦点撮影ということなんですけども、これはやや木がね、透けた感じになって分かりづらいかなというところなんですが、これは中野、新仲見世商店街、ここにピントが合ってて、次が奥のこの、ワールド会館ビルにやってるんですけども、これはあんまり遠いもの同士でピント位置の差が分かりづらいですね。だから合成してもこれは分かりづらいということになってきます。これは近接のショーウィンドウの中にある馬ですから分かりやすいかなと思ったんですけど、あまり、結果が良くないということで。まあいろいろやってみたんですけども、割とね、近いものと遠いものを合成すると分かりやすい。これ遠いもの遠いものですよね。これが分かりやすいか。この電柱に貼られた、招き猫。ここにピントを合わせて、次が奥にピントを合わせて、そして合成ということで。なんとなくね、ソフトフォーカス風な感じも出るんですけども、不思議な感じになりますよね。ピントは合ってるというところなんですね。これ手前にピントのジェットって書いてあるところにピントが合ってて、次が奥にピントがあって、はい、こういう形で二焦点撮影。これはね、交差点の車のところでやってみたんですけども、動いちゃいますからね。車にピント合わせて奥にピント。まあこれも遠いもの遠いものだから、あまり、だと人が透けてっていう感じで、まあ別の意味のアートな感じ。で、よく見たら木のところがね、ずれちゃってるからね、ちょっとブレたような感じに見えてます。これは、手前の歩行者優先の看板と、後ろのこれは中野のビルですね。これもまあ面白くはあまりなかったですね。はい。これは健康トキナーと書いてるところの木の枝と後ろの健康トキナーの合成。これはまあまあ近いものと遠いものですからうまくいってるといった感じです。まあこういったわけでね、いろいろ合成していって、まあ動き物が入るとね、半透明な感じになりますから。そこをどう考えるかですけども、うまくいくとね、この二焦点ピントっていうのは非常に面白いですね。この昭和新道は面白かったですね。はい。ということで、手前に近いものと遠いもの。これで合成すると。これは遠いもの、遠いものかな。ピントのこの動かす範囲が多ければ多いほど、できた写真が面白いという結果になってきます。これは店内禁煙のところにピント合わせたわけですね。もう一遍。これがそうですね。で、これが後ろ。そしてこれが合成ということです。まあ、多重露光でね、これは今、ニコンの Z50。
昔はね、体重録音をすると、人それぞれのコマは消えてたわけですけども、体重録音のやつしか残らなかったんですけど、今は設定によって体重録音の元コマが残せますのでね。これはね、体重録音なんですけどね、ピント2焦点の体重録音なんですけど、これ手前の人物にピント合わせ。好きです、中野の街って書いてるところはボケてるんですけども、次のが後ろにピント合わせた状態。で、これで合成ということですね。人が入るから人が透けて見える。みたいな状態。ね、二焦点ピントということで、今回はいろいろ試してみました。まあ、遠いもので合わせるとあんまりうまくないんですけども、近いものに合わせる、遠いものに合わせる、そして合成という手順で非常に面白い写真とすることができました。